おはようございます。本日もですね、タイの田舎町ペッチャブンから元気にお届けしております。今日はですね、嫁さんが、4月13日に誕生日を迎えまして、37歳に、なるということになりまして、なんかタイではですね、女性はまあ37歳も厄年みたいですね。はい、でその厄年の厄払いでね、来ております。はい、このお寺に来ております。でここはまあ町からですね、山に向かって10分くらいね、来たところにある、寺院になりますけども、なんかね、手相なんかも見てくれるみたいで、そういうシーンはちょっとね、企業秘密ということで撮影できないみたいですけども、これからですね、嫁さんとそれからまあ双子のお姉ちゃんも同じ37歳なので、お清めをね、していただきたいと思っております。はい、いやー今日もね、朝からとても清々しい天気になっております。涼しいですね。はい、ที่นี่อาบน้ำเขาลดแป๊บเดียวเนี่ยเอาอันนั้นเดี๋ยวเราก็เต้นนะลูกนะเค้กโกโก้ไข่ฮ่าなかなか豪華にかけるってね。なあまいね。サバイまいね。もう目の前がね、カオコウでございます。カオコウの山々が、見えてるね、寺になります。あ、ここちょっと雰囲気いいですね。ここはため池かな。あ、ここであれですね、魚を。放流するんですね、タンブンのね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。おお、ハトが。おお、ハトが住み着いてる。ハトが住み着いてる。うわ。こんな感じでね、目の前は花王港の山々が見えてる寺になります。ここも9頭はปลาไหลแม่ชื่ออะไรชื่อปลาไหลอะชื่ออะไรปลาไหลเอาปลาไหลตัวนี้ปลาไหลแม่ปลาไหลใหญ่ไหลมาไหลอันนี้ปล่อยเราเด็กที่นี่อะปล่อยมีคนละอย่างเนาะปลาหรือเธอกินหัวหนาเอาเลยเราก็อยากเอาปลาหมอไม่ทุกท่าตอนแรกใครเธอเอาปลาหมอนี่เอาปลาไหลน้าแต่น้าแต่ปลาไหลดีอันนี้ปลาเอาปลาไหล8ตัวฉันบอก
ตอนเมื่อไหร่お寺でね購入した魚の放流ですね。はい。高さのあるところからかなりダイナミックに。今日はですね、お寺のそばの、前も来たことあるね、ナランカフェっていうね、ところに来ております。はい。ここはねやはり食事も安くて、美味しくてね、いいカフェだと思います。はい。まあペッチャブンのね町は向こう側になりますけども、まあ、ペッチャブンの町から車で10分ぐらいですから、はい、すごい、便利なねカフェです。それでまあ今度こちらの方へ向かっていくと、あの山がまあだいたいね花王港の山になります。はい。今日はここでね、食事しながらドローンも飛ばして、ミカちゃんが幼稚園をね終わるのをここで待って、おきたいと思います。こちらのですねガパオ会で、45バーツですね。はい。それでこちらの、マナオソーダですね、こちらが、55バーツかな。はい。でこれのこちらのヤム温泉が70バーツですから、まあ、街中のレストランとそう変わらないでですね、こんな感じのね田園カフェで、食事ができます。これは結構ねお得だと思いますね。ただまあ今、ひまり畑は終わって、まあ、お米作ったりねすればまた、グリーンにね、なると思いますけども、今ちょっとね、畑を耕している状況ですね。